が、F サーズ&リサーチ誌の紹介っていうので発表します。F サーズ&リサーチっていうのは、F サーズ&っていうのはファカリティオブサーズ&の略で、オープンアクセスな査読付き学術雑誌の一つです。で、アクセプト後はパブメドにも掲載されます。去年のインパクトファクターは、2.6くらいです。で、他の雑誌にはない特徴としては、パブリッシュまでの速度が速い、最短、48時間から1週間ぐらいで、論文はネットに公開されます。で、透明性っていうのがあって、査読者名と、査読者とのやり取りをすべて公開するっていうことをやっていて、そうすると利益相反の隠蔽が難しくなるっていうのがあって、中には、たまにですけど、すごい意地悪なことを言ったり、論理的におかしいことを言う人とかも、人間なんでいるので、そういうのが、他の人から見えるっていうことになると、なかなかやりづらくなるっていうのもあって、お互い公平になりやすいかなと思いますね。大体査読ってその査読者の方が結構強い立場になりがちなので。あと、公開後の査読っていうのがすごい特徴的で、これもあってパブリッシュまでの速度が速いんだと思うんですけど、査読の前にまず論文を公開してしまいます。で、アクセプトされるとパブメドに掲載されるようになるっていう手順で、なので、例えばこの雑誌、この論文が公開されて、で、ここにバージョン1、バージョン2とか書いてて、で、ここに査読者の1番、2番の評価が書かれています。で、このバージョン1の時にはハテナマークがついてて、それが、バージョン2でアップデートされたら、2人とも OK だということを言っているので、アクセプトされて、で、パブメドに公開されるっていう手順になっています。で、あと、ネガティブデータも、掲載していいということを、論文のトップページで言っているので、これも僕は大事だと思ってて、生物学は、面白い特徴とか現象とか、とにかくポジティブなデータばかりを出すので、何が、分かってないのかとか、こういうことは起きないとか、そういう否定的な、情報っていうのが極端に少ないっていうのが問題で、例えば機械学習のテストデータでバイオのデータを使おうとすると、そういうポジティブなラベルばかりが集まって、ネガティブは、まだ見つかってないだけなのか、積極的にその情報はネガティブだって言えるのか、はっきりしない。すごいポジティブな方向にばかり寄った、データなので、バイオ全体そういうことをしかやってきた経緯があって、もっとネガティブなデータを積極的に世の中に出すっていうのはすごく大事だと思います。あと、DOI ですね。ずっと、論文の図とかデータとか論文とか、すべてに DOI がついていて、で、バージョンが、上がることにまた新しい DOI が与えられる。っていうのが特徴です。で、投稿先の、ジャンルとして、ゲートウェイっていうのがあります。BMC で言うと BMC ゲノムバイオロジーとか、ゲノミクスとか、バイオインフォとか、そういう細かい、投稿する先が細分化されてるのと同じように、内容によって大まかに分類されていて、僕らに関係がありそうなのは、このバイオコンダクターか、アールパッケージとか、あと、バイオインフォ関連の集まりとして ISCB がありますし、あと、西田さん的にはサイトスケープのここら辺とかも関係あるかもしれないです。あと、ドリームっていうのは、コンペですね。バイオインフォのコンペで、有名なドリームチャレンジっていうのがあって、それに関連したものはここだし、あとバイオのデータベースのインフラの人たちが関係ありそうなエリクサーっていうものとか、あとギャラクシー、有名なワークフロー、
の、まあ、システムがあるんですけど、まあ、そこら辺に関連したものはここに、ロックが投稿されるっていう感じですね。あと、コレクションっていう分け方もあって、まあ、多分なんですけど、これは投稿された後に誰かがタグ付けして似たようなものを集めているんだと思います。この、インスティチューショナルコレクションズっていうなんか、投稿者の、所属ごとになんか、なんかエンブルの人たちが出した、論文たちみたいな感じで集めてたりしてるみたいですね。で、この F1000 が、まあ、いろんなところと今連携していて、さっきも言ったその ISCB っていう、まあ、バイオインフォの、コミュニティで、まあ、有名な、ISMB っていうバイオインフォで一番、有名な、カンファレンスを、まあ、主催したりとかしているところですけど、まあ、それ以外にも ISCB 系のカンファレンスはいくつかあって、で、そういったところに、アクセプトされると、おのずと F1000 リサーチからその論文が公開される。まあ、その時はもう、査読はもう終わってるので、そのままストレートで出せるっていう仕組みを取り入れてるみたいです。まあ、こういうのはよくあって、まあ、ISMB で、アクセプトされた論文は、そのままオックスフォードバイオインフォマティックス誌に、公開されるっていうのは、まあ、よくある、話で、まあ、ISMB 読み会とか、何回もやってきてますけど。まあ、そういうので、まあ、F1000 が公開先として使われたりもします。あと、そのカンファレンスで使われたスライドやポスターも F1000 から公開されます。あと、面白いところで、筑波大と最近連携をし始めたみたいで、11月から筑波大ゲートウェイができるみたいです。で、特徴としては、まあ、英語だけじゃなくて日本語も使っても OK とするみたいですね。ただ日本語で書かれた文章は海外の人が読みづらくなると思うので、なんかそこでなんか翻訳みたいなのをやったりするのかどうかちょっとよくわかんないですけど、まあ、ここら辺ももう少し機械翻訳のテクノロジーが発達したら、そのうち言語、喋る英語も各言英語も、あ、言語も、まあ、あんまり関係なくなってくるかもしれないので、まあ、使いやすい言語をどんどん使えばいいっていうふうになると、まあ、素晴らしいですね。で、我々と関係がありそうなバイオコンダクターとの連携としては、バイオコンダクターのパッケージでいくつか種類があって、ソフトウェアパッケージっていうのは、まあ、解析手法とか、そういった、まあ、パッケージで、アノテーションデータとかエクスペリメントデータっていうのは手法じゃなくてデータに関するパッケージですね。で、それらとも違うワークフローパッケージっていうジャンルがあって、で、これはまあワークフローを、そのままパッケージにして、登録しています。で、ソフトウェアパッケージの場合は、まあ、原則、バイオコンダクターのサーバー上で、まあ、デイリービルドシステムが走って、毎日、そのパッケージがちゃんと動くかをテストしてるんですけれども、ワークフローパッケージに関しては、まあ、結構例外が多くて、まあ、データやコードとか、が大規模でもいいみたいですし、まあ、ソフトウェアパッケージは、まあ、ある程度サイズに縛りがあったと思うんですけど、あと、その、実行時間とかにも制限があって、この時間までに終わんなかったらもうエラーとしてしまうみたいな扱いを受けるんですけど、ワークフローパッケージに関しては実行時間の制限がないっていうのがあって、まあ、そのビルドシステムをちょっと別枠で、動いています。で、これまでそういうワークフローパッケージに、登録されたパッケージは F1000 にも投稿するというパターンが多いです。
あと、バイオコンダクター側もそれを促している感じがあって、バイオシーワークフローツールズっていうパッケージがあって、このパッケージを使うと R マークダウンで、書いたドキュメントを F-SARS&C 形式の PDF に変換できます。で、まあ、R スタジオでも使えて、まあ、フロームテンプレートってところを選んで、F-SARS&C っていうところを選んで、このテンプレートに基づいてドキュメント書いていけば、まあ、PDF にコンパイルしたときに、この雑誌の形式になります。はい。あとは、前回のそのバイオシ、2020のスライドとかポスターも、まあ、ここで集めてました。投稿された論文いくつか紹介すると、例えば TX インポートっていうパッケージがあって、まあ、アネセックの定量箇所で有名なサーモンっていう章があるんですけど、この章は、検査産物ごとの、発現量を見積もる手法で、ただ、転写産物ではなくて、まあ、遺伝子ごとにその発現量を要約したいっていうのがあって、まあ、そのジーンオントロジーとかパスウェイデータベースとか全部そのジーン ID に紐づいていて、その転写産物 ID に対してこう紐づいてるわけではないので、まあ、まだそこまでの解像度で、見ているような知識がないというか、まあ、世の中は追いついてないっていうのもあって、転写産物ごとに見積もっても最後遺伝子要約して、で、まあ、エンリッチメント解析したりとか、まあ、なんかそういう機能解析に持っていくっていうのがあって、で、そこの、どうやってその遺伝子に要約するかってところで、まあ、いろんなやり方が考えられるんですけど、まあ、なんか、まあ、この手法が、で、要約すると、いいですみたいな。のを、言ってる論文です。で、まあ、ちょっとやってることが地味っていうのもあって、他の論文だとそういったのもあって、扱われなかったのかなとか、思います。まあ、ちょっとよくわかんないですけど、まあ、僕はまあ別にこれでも十分面白いとは思うんですけど。あとは、まあ、C クラストビズっていうのは、シングルセルのデータを可視化するためのシャイニーアプリを作ったっていう論文で、まあ、こういうのも一度作ったらその喜ぶ人はいっぱいいると思うんですけど、まあ、バイオインフォの雑誌ってなんか、その新しい手法を作ったとか、なんか結構その、なんかインパクトがないとなかなか、アクセプトさせ、しないみたいな雰囲気があるので、まあ、そういうのもあって厳しかったのかなって気がしています。シンプルシングルセルっていう、これは、ワークフローパッケージなんですけど、まあ、これもシングルセルの基本的なデータ解析を紹介しているっていうのがあって、まあなんかその研究コミュニティとしては大事なんですけど、まあ論文っていう感じとはまた違うかなって気がするので、ただまあこういうのもまあすごく大事な話だと思うので、僕はもっと正当に評価されるべきだと思うので、F-SARS とかそういうのを受け付けているのであれば、まあ、積極的に利用したいなと思っています。まあ、他にも、トムさんが前紹介してた、その、ジャーナルオープンソースソフトウェアとか、BMC 系で言うと、ソースコードフォーバイオロジー&メディスンとか、あと R 自体が、まあ、R ジャーナル作ってますし、あと、R に限らず、ジャーナルオブスタティスティカルソフトウェアは、まあ、いろんなパッケージを紹介しています。あと、ツール作っただけでも OK なのが、バイオインフォマティックスのアプリケーションノートですね。こういったところは、まあ、そのコードを書いたことに対しても評価してくれる印象があります。で、試験としては、まあ、昨今は、査読なしのプレプリントレポジトリ、アーカイブとかバイオアーカイブとかもあるので、まあ、中にはその、もう査読を受けないです。そういうところに公開して、そのままでもいいんじゃないかっていう思っている人もいて、で、まあそういう、まあ、
ものも結構引用されたりするので、なんみんなが目にしてはいるっていうのが、まあ、あって、でまあ、その後、査読っていうシステム自体もいらないんじゃないかっていう極端なことまで言う人もいますし、ただまあ、僕の意見としては、まあ、かなりその、いいものも悪いのもごちゃ混ぜになってる印象があって、まあ、中にはそのリザルトを書かないで、なんか出たら書くみたいなことを言って、本当に自分が今後やりたいことはこれですみたいなホワイトペーパーぐらいなものをなんか論文風に公開してる人もいますし、なんか佐渡君では当然突っ込まれるであろうなんか他の手法との比較みたいなのが、ものすごく甘いものもあったりとか、うん、あと、まあ、なんか、アーカイブとかバイオアーカイブのウェブサイト上で、その積極的に他の人の、コメントも受け付けるみたいな感じに書いてますけど、まあ、なんか全然長文とか書けないし、だったらツイッターでやり取りしてる方がまだ、やりやすい感じで、まあ、っていうのもあって、まあ、個人的には、まあ、査読も、まあ、内容ではあった方がいいんじゃないかな、ぐらいな印象を持っています。で、あとは、まあ、なんか、その、ツールの話ってなかなか評価されづらいっていうのがあって、で、まあ、インパクトファクターとか、インデックスとかの研究者の業績を測るのに使われてますけれども、まあ、なんか、オープンソース開発っていうのは、それ自体結構時間をかけて、まあ結構知識、スキルも要求される活動だと思うんですけど、それだけをもってして、まあ評価は、まあ現状その研究コミュニティの中ではされづらいと思っていて、何かと過小評価されやすいっていう気がしています。まあ個人的なことで言うと、まあ、なんか、つゆざきさんパッケージいっぱい作ってるんで、なんか、この手法もパッケージにしてくれませんかみたいなこと頼まれたことはあるんですけど、まあ、いいですよ。協調者にしてくれるんですかみたいな聞いたら、あ、いや、ちょっとパッケージにするだけでそれはちょっと、みたいな話を言われたりとか。っていう、なんかちょっと、こう、下に見られがちなところがあって、で、まあ、そういうのを、まあ、僕はどうにかしたいなと思っていて、で、まあ、少しでも、まあ、こういう雑誌を利用するっていうのも手かなと思っています。あと、バイオインフォで論文が、出しづらいなっていうことを感じていて、まあ、バイオでインフォなんで、バイオ側からもインフォ側からもなんか新規性を要求されるような、なんか結構突っ込まれやすい学際領域だと思うので、で、あとなんかその大事にされているのはなんか、とにかく、なんか生物学的に面白いことが言えないとダメだって言われてることがとにかく多い。あとはなんかアイデアが斬新かどうかとか、あと既存の主張に勝ったかとか、そういうところはすごく評価されるんですけど、この手法をユーザーが使いやすいように、パッケージにしましただけでは評価はされづらいっていうのがあって、本当はまあそういう地道な話もいっぱいあって、なんかその研究業界が成り立っていると思うんですけど、そういう、何ですかね、分かりづらいところは評価を受けづらいですよね。なんか新しいデータベース作ったとか、なんだろうな、使いやすくしたぐらいだとなかなか評価されづらい印象があって、でそういう現状で、まあ、結果として論文にはなっているけど動かないソフトウェアというのが、すごく、存在していると思っているので、なんかソフトウェアの実装自体にも何らかのインセンティブが必要かなと思っています。で特にバイオコンダクターというのはレビューが厳しいので、論文と同程度の価値を僕は主張したくて、それだけでもすごいことだと思うんで、でまあ、ただ、まあ、そのバイオコンダクターでアクセプトされましたって言ったとしても、まあ、論文みたいな扱いをしてくれる人はいないので、
まあ、折衷案としては、まあ、さっきの紹介したバイオシーワークフローツールズベースで、パッケージのビネットも、まあ、論文も同時に書いて、なんかパッケージアクセプトと同時に投稿も終わらせてしまうみたいな感じで、そのパッケージを作ったイコール論文にも出したぐらいなことをしたいなって最近は思っていて、まあ、実際そのなんかビネットは PDF とか HTML であれば特にフォーマットは何も決まってないみたいなんで、別に F サーザンドの論文をビネットに知っても全然いいよみたいなことは言われたので、今度そういうことやってみようかなとか思っていますね。あと他、思ったこととしては、なんかバイオコンダクターのワークフローパッケージは、まあ、多分あるだけで閉じてる必要があって、Python とか Julia とか他のコマンドツールとかと組み合わせる方が、まあ、現場のデータ解析により近い感じはするんですけど、まあ、そういった本当に大規模なワークフローに、関してはまあ向いてないんじゃないかなと思っていて、スネークメイクとかネクストフローとか CWA とか、ワークフロー言語が最近流行ってますし、なんかそれを、受け付けるような、レポジトリというか雑誌みたいなのが必要なんじゃないかなって。あ、レポジトリはなんかありますね、最近。なんか、Docker Store だっけな。まあ、ただまあ、僕はそれに、そういったものを作ったことに関しても、まあ、評価はされるべきだと思っているので、でまあ、現状、研究者のその、業績は論文でしかないと思っている人が多いので、論文扱いにするような仕組みがなんか必要だなと思っているので、まあ、一番近いのは JOSS なのかもしれないですね。あとは、ワークフローの再現性にも結構レベルがあると思っていて、動く、別の環境でも動くっていうのもあれば、まあ、その、結構特殊な環境でしか動かないとか、まあ、いろいろあると思うので、なんか、ワークフローの全体像を把握している人が、なんか、そこら辺を、こう、定量的に評価するような、仕組みが作れないかなとか思ったりしています。あと、あまり評価されない別の話としては、まあ、継続的にメンテナンスをし続けるっていうことに関しても、本来はもっと評価があっていいはずで、なんか新しい画期的な手法を作りましたばかりが、昨今もてはやされていますけれども、ずっと、休まずに、その、作り続けてるとか、なんか、バグがあったら直し続けてるみたいなことに関する、なんか評価みたいな。まあ、そういうのは、もう、ほとんどインパクトファクター、エンティティインデックスとかには、まあ、無縁な方向性の話なんですけど、それをもっと、誰かが褒めないといけないんじゃないかなと思っています。はい、以上です。